演舞開演。どうも、本日はこちらミスタードーナツ鎧塚俊彦シェフクラボポンデリングを食べたいと思います。本日のクリスプもそうでしたけど、今回も期待が持てますね。あのクリスプ美味しかったな。まずはこちら、おそらくこれがスタンダードになるであろうポンデ鎧塚ダブルショコラを食べたいと思います。確か前にポンデダブルショコラって出てたんですけど、いつもあれは消えちゃってるんですよね。厳しい生存競争に立ち気打ちできなかったのでしょうか。では中身と、まずは中身を拝見。やっぱりこういう感じですよね。もちもちで美味しそう。いただきます。もちろんですけど、以前より強くなっていますね、あなた。やっぱり普通のチョコレートとは違って、ちょっと苦味が強い大人の味わいといった感じですね。そこにサクサクとしたナッツの食感が入ることによって、さらに深みが増していきます。続きましてはこちらのホワイトショコラ、いただきます。生地の中身は先ほどと変わりませんね。ではくずれる、いただきます。上の酸味もいい味出してますね。先ほどのダブルショコラに比べると、ちょっとミルクが入っているよりか若干甘めな気もしますね。大人向けを抑えて家族向けにした、そんな感じですね。ではラスト、こちらのキャラメルショコラ、あのキャラメルクリスプ美味しかったから、これも一番期待できますね。おお、これも何かクリーム入ってますね。チョコレートコーティングが崩れちゃうので、このままいきます。いただきます。やっぱりキャラメルは期待通りですね。いや、期待以上です。やっぱり最後のキャラメルクリームが一番美味しかったですね。キャラメルの味が入ると、やっぱりチョコの甘さ一辺倒ではなく変化が入って、さらに今回はナッツの乗っていたので、そのナッツの食感も程よく出ていて、とっても美味しかったです。あのカリカリって音がいいですね。そして今回紹介したドーナツなのですが、店舗によってはこういう箱に入ってセットになっているものもあるようですね。セットの中身は今回最初に食べたポンデ鎧塚ダブルショコラ、そして